はい、どうも、始まりました。ノルでございます。今日もこの若い老誠の事件簿をやっていきましょう。続きから。はい、前回はこの被害者の間ですねの、まあ、勤務先に来て、まあ、間が、まあ、この新興宗教、まあ、間をやった多分犯人ですねのいる、まあ、宗教団体、まあ、殉教者の光に間、まあ、被害者の間自身が属してたのが分かりましたね。で、奥さんが病院で入院してて、1年以上入院してる難病にかかってて、治療費がやばくて、まあ、その宗教団体から家を渡せば、まあ、文豪マンションに住んでるんですけど、それをまあ寄付すれば奥さんは助かるよみたいなことをやってて、まあ、売り払ってるのが分かったっていう感じですね。まあ、で、凶器のノコギリがある雑貨屋に行ったりとかもしましたね。まあ、だんだんなんか真相に近づいてる感じですね。はい、まあということで、今日はまあその奥さんがいる、被害者の間の奥さんがいる病院に行くって感じですね。はい、行ってみましょう。はい、病院ですね。メガネクイッてやってる白衣の男がいますね。まあこいつにとりあえず聞いてみるって感じですね。はい、何かご用ですか？警察の者だ。ここには間さんの奥さんが入院してるはずなんだが、少し話を聞かせてほしい。はあ、間さんですか？何かあったんですか？間について、その間さんについて教えてほしい。相田さんは奥さんが入院してから毎日お見舞いに来てましたよ。あー、愛妻家らしいですね。なんか奥さんが入院して結構憔悴してたみたいなのが、まあ勤務先の同僚が言ってましたね。毎日お見舞い来てんだ。まあそうだよね。それが先日から来てないんですよ。奥さんも心配されてるようで、もう毎日来てたのが突然来なくなったらそりゃ心配だよな。で、殉教者の光について聞いてみますか。殉教者の光という宗教団体を知ってるか？名前ぐらいは聞いたことはありますけどね。私は詳しくは知らないですよ。うん、なるほどね。で、まあ、奥にいるのが奥さんかな。あ、なんか咳込んでますね。大丈夫かな。相田さんの奥さんですね。主人に何かあったんでしょうか。最近の間の行動について。最近の旦那さんですが、変わった様子はありましたか。ここ数週間思い詰めたような顔をしていました。毎日来てくれたのに、この数日来てないんです。まあなんか家を売るか売らないかでなんかとか悩んでたって感じかな。主人は無事なんですか。あー、言いにくいね。まあ、とりあえず殉教者の光について聞いてみますか。はい、新興宗教殉教者の光をご存知ですか。いえ、聞いたことがありません。その宗教と主人に何の関係があるんでしょうか。あ、情報が増えてないですね。前回も確か10分の5で終わってるんですね。まあちょっとかわいそうだけど言うしかないよね。間は自宅を寄付するつもりだったと。うん、はい、これは知ってるのかな。自宅を宗教団体に寄付するという話は、あの人がそんなことをするとは思えないのですが。情報はそんなに増えないですね。殉教者の光についてもっと聞いてみる？あ、これ最初に、あ、じゃあ聞いてないか。旦那さんは殉教者の光の信者だった。はい。同僚の小学からも旦那さんは殉教者の光の信者だったようですが、もしそうなら私には絶対話してくれるはずです。あ、奥さんは知らなかったんだ。へー、あ、そうなんだね。奥さんは間が信者だったことは知らない。なるほど。なんで教えてないんだろうね。あ、そっか、奥さんを助ける目的のために宗教に入ったのかな。まあちょっとまだわかんないですね。あと4つですね、情報。間は会社を退職していた。これも多分知らないだろうな。あれ、ああ、これは言わないんだね。とりあえず医者からなんか聞けないかな。医者からは、教祖の首飾り、なんだろう。これを聞いたところで増えてないよね。医者からは何か聞けるかな。宗教団体、これ、あ、教祖も病院に来たか、あーは分かんないと。間は愛妻家、増えるかな。増えないですね。医者からは聞けないかなと。あ、殉教者の光のパンフ、増えないですね。まあこのパンフ見せてみようかな、奥さんに。増えないか。何を聞けばいいんだ。教祖の首飾り、教祖というか、まあ、教団関係の人は病院には来てない雰囲気はあるね、この感じだとね。男の顔写真、関係ないか。入院してる重病で、これ聞いてみる。あ、これは聞けないんだ。医者からは聞けるかな。あー、病気について、はい、聞けますね。奥さんの病気について聞きたいんだが。奥さんの病状は放っておくと1年も持たないという状況です。あー、ということは病院に行ってれば助かるけれどって感じか。まあ、だからずっと入院してんだよね。点滴もずっとしてんだ。うわーい、辛そうですね。入院して投薬による延命治療を続ける必要があります。治療にかかる費用は保険外なので。あ、え、それはやばくね。保険外なので金銭的な負担の大きい病気です。あー、なんか 限度額保証みたいなあるよね、病院ってね。あ、それが使えないって感じ。
3割負担もないってことか。やばいね、それは。奥さんは大病を患っている。しかも1年以上入院してて、入院費用ってすごいよね。1日何万とかでしょ。でそれが保険適用外、それはやばいね。あー、それは憔悴していくよね。で10分の7ですね。あと3つですね。何を聞きましょうかね。宗教のことは聞けなかった。あ、聞けるか。一回聞いたっけこれ。殉教者の光という宗教団体知ってるか。名前ぐらいは聞いたことはありますけどね。私は詳しくは知らないですよ。自宅を、これ聞いたところでね、医者にね。そうだよね。何を聞けばいいでしょうね。会社を退職、これもまあ関係ないか。関係ないですね。奥さんは大病を患っている。これもちょっと深掘りできるかな。できますね。治療費は、治療費はどうしてる。今のところ治療費は滞りなくいただいてますが、仮に払えなくなるとどうなる。心苦しいですが、退院いただく、形になります。つまり、もう奥さんは助からないって感じか。間は医療費の問題を抱えていた。なるほどね。なるほど。それを一回聞いてみるか。ちょっと辛い質問だけど。治療費はどうしてたか。奥さんの治療費はどうしていたか。辛い質問だね。主人が全て用意してくれていました。もしものための時に主人は生命保険にも加入していました。あ、なるほど。なんかトラブったんじゃなくて、自分から頼んだってことか。で、リスクが高いから、じゃあ寄付するみたいな感じで、マンションを寄付したって感じ？へー。なるほどね。私のために。間は生命保険に加入していた。あ、悲しいね。悲しいですね。あと何聞けばいいんだ？まあ、病気について聞いてみる？あ、聞けないみたいですね。生命保険に加入か。あと一個なんだろう、情報。聞くべきことは？会社の件は聞けなかったね。首飾りも聞けないと。自宅が殺害現場。え、これ聞く？あー、聞けないか。え、ショック死しそうじゃない？なんか、夫だけが唯一の心の支えなんじゃないのこれ。わー、かわいそうですね。被害者は間。あ、聞いちゃうんだ。まあ事件を解決させるためには、まあしょうがないか。間は事件に巻き込まれた。言いにくいのですが、まあ本当だよね。相田さんは殺人事件に巻き込まれた可能性が非常に高いです。びっくり。そうだよね。なぜですか。主人は人に恨みを買うような人ではありません。まあ証言聞くとすごいなんか真面目で優しくて、妻思いでなんかいい人っていうイメージですね。聞いたけどあれ増えないんだ。巻き込まれた可能性で、これが聞けるようになるのかな。あ、違うか。自宅を売るつもりだったは聞いたんだっけ。あ、聞いてないかな。旦那さんは自宅を売るつもりだった。自宅を売るという話は聞いていますか。そんなことは聞いていません。お金のことは主人に任せてますので。話してないんだね。なんだろう、何を聞けばいいやと。信仰宗教、宗教は聞いたよね。最初に聞いた気がするね。はい。あと聞けることは、ローブの男？は聞けないと。会社を退職。この流れで聞くのかな？聞けないですね。間は愛妻家。これ聞けるんだね。旦那さんは愛妻家。会社では旦那さんは愛妻家で評判でした。そうですか。だって。主人は何もかも投げ打って私を支えてくれました。本当に心の底からって感じなんだね。そんな主人に一体何が？辛いですね。医者は相変わらずだんまりですね。なんだろう、何を聞けばいいんだ。何を聞けば良いのでしょう。生命保険に加入？関係ないですね。奥さんは大病、これは聞いたもんね。これは聞いたね。あと何を聞けばいいんだ。生命保険に加入でしょ。一回戻ってみるが、勤務先まだ何が聞けるっけ。ここではまだ聞き込みできる情報がありそうだ。なるほど。まだ聞いてないやつがあるから出るんだよね。病院で得た情報を話すのかな。関係なさそうですね。まあ、この OL が結構有益だったね。この間なんか貴重な情報、なんか宗教に入ってるとか、まあ、間が宗教に入ってるとか、そういう情報をね、はい、持ってましたね。何を聞けばいいんでしょう。奥さんは大病を患っている。はて、何を聞けば良いのでしょう。ローブの男？関係ないね。教祖の首飾り？関係ないか。何を、退職してて、愛妻家？殉教者の光の信者。関係ないか。何を聞けば良いのでしょう。自宅を寄付？一通り聞いたか。なんだろう。パンフも関係ないか。間が信者だったりということを知らない。生命保険に加入も関係ないでしょ。
あ、この上司からはもうなんか何も聞けないって感じか。自宅を売るつもりだった関係の間の自宅について、これ聞いたっけ。間は自宅マンションを売るつもりだと聞いたが、知ってるか。最初は奥さんの治療費に当てるのかと思ってたんだが。あー、なるほど、これは聞いたね。オートの、なんだ。あー、聞くことないかな。間は事件に巻き込まれた、間は事件に巻き込まれた可能性がある。え、間くんが。あ、これ聞いてなかったかな。事件に巻き込まれるような人には見えなかったんだけどね。トラブルなどはあったのか。いいえ、全く聞いたことはありませんよ。温厚で優しく、どちらかというとトラブルを避けるタイプでしたからね。ああ、やっぱりそんな感じなんだね。感謝こそされても恨みを買うような人間ではなかったですね。間の会社での評判は良かった。新たな情報をゲットした。うん、なるほど。あ、これで情報が全部集まった感じですね。はい、推理パートですね。いや、これがいいんですよね。好きですね、この推理パート。おお、雰囲気あるね。はい、ここまでの情報を整理してみよう。聞き込み先で被害者の事情が浮かび上がってきた。間は勤務先では真面目な人間で通っていたようだ。しかし家族のことに関するある問題を抱えていた。間が抱えていた問題とは何だったんだろう。まあ医療費ですよね。間は医療費の問題を抱えていたと。うん、間は医療費の問題を抱えていた。間の奥さんは病院で延命治療を続けていた。奥さんを助けるために治療費が必要だったことが分かった。保険適用外というのが辛いよね。しかし間は自宅を売却しようとしていたものの、それを医療費に当てるつもりはなかったようだ。間は自宅を売ってどうするつもりだっただろうか。え、自宅を売ってどうするつもり。あ、寄付するつもり。熱心な信者。間は自宅を寄付するつもりだったと。なんと間は殉教者の光に自宅を寄付するつもりだったようだ。売るのではなく寄付だもんね。一体なぜそのようなことになったのか。確かにね、間が自宅を寄付する背景にある事情があった。間と殉教者の光のつながりを示す証拠とは何だっただろうか。うん、つながりね。パンフレット、パンフレットでいいのかな。間は信者だった。入信すれば病気が治ると思っていた。殉教者のつながりは、まあ信者か、これですね。間は殉教者の信者だった。間が信者であることは会社でも周知の事実だったようだ。奥さんの病気を治すために宗教にすがっていたようだ。あ、本気で信じてたのか。だから寄付して、そしたら助かると思ってたってこと。まあでも、まあ、医療費の問題とかで精神的にやられてて、そういう時に宗教でしかなかったのかな。まあ心の支えというかね。間の行動には謎が多かった。間は病床の奥さんには全てを話していただろうか。奥さんには自分は信者だということは話してないんだよね。奥さんは間が信者だったことを知らないと、これですね。奥さんは間が信者だったことを知らない。間はあらゆる面で困窮していたようだ。なるほどね。いずれにせよ殉教者の光の関与が濃厚になってきた。あ、でもガチの信者だったらあれか、奥さんには話してるはずか。何か裏があるから話してないんだよね。殉教者の光で確実な証拠をつかもう。そこに乗り込む。まあ一番怪しいもんね。そこに行くしかないよね。まあ、警察とはまあ対立しない。はい。まあ、警察が来て、まあ警察相手だったらあれか、下手なことできないか。殉教者の光、新たな移動先をゲットしたと。いや、いいですね。はい。で、まあ新しいとこ増えてますね。殉教者の光ですね。いや、あとこことここ、2箇所行って終わりですね。いやー、いよいよ真相が分かってきた感じですね。楽しいですね。はい。敵のアジトですね。行きましょう。殉教者の光。おー、BGM が。情報を集めよう。10個ですね。はい。なんか、絵画のなんかおじさん、なんかハゲがピカーってなってますね。って言ったらなんか信者に殺されそうですね。怖いですね。はい。この人は？殉教者の光あれ。殉教者の光教会へようこそ。なんかそれっぽいのがいますね。殉教者の光の穴、殉教者の光の性などについては私めにお聞きくださいと。なるほどね。受付みたいな。はい。殉教者の光とは、この宗教の教養は何だ？殉教者の光とは自己規制の心です。やっぱり生命保険ってそういうことだよね、きっとね。いや、悲しいね。悲しい事件だね。自己犠牲の心こそが人類を次のステージへ導く鍵なのです。ステージとか言っちゃってますね。はい。この宗教の教祖は誰だ？最初の殉教者にして世界の救世主ことサタ様その人です。サタ様ね。なんかゴロいね、サタ様って。教祖はサタという人物。はい、新たな情報ですね。最初の殉教者とは？最初の殉教者とはどういう意味だ？あ、確かにね。世間が闇に飲み込まれようとしたとき、サタ様は殉教されました。自らの首を切り落とし、あ、そういう意味か、殉教、そういう意味なんだね。なるほどね。自らの首を切り落とし、犠牲になることで世界を救ったのです。
うわー、なんか痛いね。やだね。今の世界があるのはサダ様のおかげなのです。首を切り落とす行為、新たな情報をゲットしたと。なるほど。その首を切り落とすっていう儀式というか、そういうのがまあ尊いことだという教えになってるのかな。はい、まあ次々聞いてみましょうかね。あ、なんか祈ってますね。ちょっといいか。わー、なんか人がいっぱいいますね。殉教者に光あれ、犠牲の心が世の中を変える。あ、こいつからは何も聞けないんだ。なんかセットすれば聞けるかな。ああ、殉教者に光あれ、自己犠牲です。そう、自らが犠牲になれば何でも叶えられます。なんかそればっかり言ってのもな。殉教者に光あれ。あなたは、君もこの宗教の信者？まあローブを見てる感じだとそうだよね。もちろんです。殉教者の光に入信してから全てが、そう、全てがうまくいっています。ああ、こんなにも幸せなのは毎日教会に通ってるおかげです。まあ幸せになれてるっていう思い込みもあるよね。まあね、なんか確証バイアスっていうんだって。なんか自分の考えを肯定する情報にばっかり目が行くみたいな。なんかたまたま信号が青になる機会が多いのに、なんか自分は運がついてるから信号が青の時に行けるんだみたいな。まあ自分は運がいいから信号青になってくれたんだみたいな思い込むっていう感じ。運がいいと思う、自分は運がいいと思い込んでると、そういうなんか運がいい出来事にばっかり意識が行くみたいな。まあそういう感じですね。そうそう、なんかそうだよね。自分ってなんかついつい都合のいいとこばっか見ちゃったりするんですけどね。まあ不都合なとこまでね、見れた上で、まあ現実を受け止めるって感じなのかな。まあまあまあ、まずこの話はいいですね。はい、事件進めましょう。なるほどね。毎日教会に通う信者、新たな情報ゲットした。なるほどね。ご利益あったこの聞き方よ。ご利益はあったの？ありましたとも。自分は職人の家系で親から虐待を受けてきたのですが、あー、悲しい過去があるんですね。ここで右手の指を切り落としていただいたら、親が僕を虐待しなくなりました。怖っ。あ、何かを犠牲にしなきゃいけないんだ。これが自己犠牲の力です。怖くなかったのかな。切り落としていただいた。あ、そうだよね、誰かがやったってことだよね。この人差し指はサタ様に、身をもって奇跡を起こされたサタ様に切り落としていただいたのです。身に余り光栄。あー、すっかり信者ですね。怖いですね。はい、でこのなんかいかにもな感じが教祖様かな。殉教者に光あれ、入信と寄付を希望するのであれば福祉祭の私に。あ、福祉祭なんだ。殉教者の光あれ。まあ、確かに教祖ってなんか長いひげを蓄えてるみたいな情報だったね。寄付を募ってるのか、寄付を募ってるのか。よく見たらこのなんか刑事、若い堂かな、若い堂誠さん、なんかすごい前のめりだね。あんみたいな、喧嘩売ってんのか、あんみたいな感じの姿勢ですね。元ヤンなのかな、寄付を募ってるのかな。募ることなどしておりません。信者の方々が自己犠牲で差し出すものを受け入れているのです。まああくまで自分なんか強要はしてないっていうスタンスですね。この世の真理は自己犠牲の心に行き着きます。全てを差し出せばあなたにもサダ様の神聖なる光は降り注ぐでしょう。教祖のサダに会いたい。まあそうだね、一番のなんか有力者というかね、容疑者ですね。教祖のサダという男に会いたい。サダ様は昨日より外出されております。尊き御身を捧げる場がないか、この世を見下ろしていかれるとおっしゃっていました。あ、そうなんだ、外出中なんだね。しばらくは戻られませんよ。サタにはアリバイがない。なるほどね。あ、昨日からいらないってことは、そうだよね。なるほど、そういうことになるね。新しい情報を集めよう。ここではあれですね、情報セットしてって、なんかまあ、情報を集めて、新しい情報を集めていくって感じですね。首を切り落とす競技聞けるかな。殉教者に光あれ。あー、ないか。パンフについて聞いてみる。あ、とりあえずあの間について聞いてみる。あれ、間について聞けないんだ。誰か間について聞けないかな。この人かな。この音がもうあれですね、会話にならないですね。まあ必死に祈りたい何かがあるんだね。何をセットすれば聞けるんだ。間、パンフ見せるか。一回殉教者の光のパンフ、誰に何を聞いたらいいのやら。コートの男の顔写真、まあ、写真見せればいいか。間の写真を見せる。あ、そうですね。はい。この男は間と言うんだが、ここで見たことはあるか。サタ様を慕う信者は日々入信してくるので、なんとも。ああ、一人一人の名簿というか、そういうのは取ってないのかな。サタにはアリバイがない。殉教者に光あれ。関係ないか。ローブの男がノコギリを購入。殺人事件に関与しているな。ああ、これ聞いちゃうのね。この領収書は何だ？殺人事件に関与しているな？宗教団体ぐるみの犯罪だとすると大変なことになるぞ。おーい、いいね、攻め合ってますね。
あなたは沙汰様を分かっておられない。あのお方はなすべきことをなしているのです。ああ、殺人などありえない。ひい、いい加減になさい。なるほどね。我々を捕まえるつもりですか？私は何も知りません。何もしておりませんよ。なんかめっちゃ畳みかけてきますね。沙汰の居場所を教えろ。沙汰の居場所を教えろ。いや、バトってますね。沙汰様と連絡を取ることはできません。あ、そうなんだ。我々は沙汰様が無事に帰られるその時まで自己犠牲を払い、祈りを捧げるのです。もちろん私も心配でしたので、ご自宅に伺いましたが、帰られておりませんでしたよ。あ、自宅は知ってるんだ。連絡先は知らない。まあ、なんか秘密主義な感じなのかなと思ったけども、自宅は教えてんだね。あの、何を聞けばいいんだ？パンフはさっき見せたんだっけ？サタに毎日教会に通う信者？増えてないですね。教祖はあ、首飾り見せればいいか。これですね。はい。お葬式物の首飾りですね。これはここのものだな。これをどこで？確かに我が教団のシンボルにも描かれていますし、間違いないと思います。我々のものとは少し作りが違いますね。もしかしたら、サタ様のもの？なんか疑問形ってことは？毎日見てない？ん？そこまで頻繁にサタとは会ってないか、まあ、頻繁にこの首飾りはつけてないかって感じかな。はい。新しい情報ですね。首飾りはサタのものですね。サタ本人ということになる。なるほど。こいつからはなんか聞けるかな？写真の男見せる？間の写真を見せる。ありますね。この男は間と言うんだが、ここで見たことあるか？見たことがありますね。それほど教会には来てなかったと思いますけど。ですが、何度か沙汰様や副司祭様と話してるところを見ましたよ。え、何度か話してる？こいつ調べくれてるんだ。じゃあね。間が沙汰や副司官と話してたという証言。嘘ついたな、こいつ。警察に嘘ついたら犯罪だぞ。おい。間の写真を見せる。これはさっき聞いたか。なんともって言ってんね。いやでも何度も話してるって聞いたぞ。はい。ネタは上がってんだぞ。間と話していたという証言。信者があんたとサタが間と話してるところを見たと言っているが、サタ様と？思い出しましたよ。このタヌキめ。あくまで嘘はついてないですよってスタンスですね。そうなんだよね。警察に確か事情聴取で嘘つくと、公務執行妨害だっけ？なる、とかで結構なんか罪に問われたりするんですよね。相田さんは家のだって、相田さんは家の寄付と特別な自己犠牲を申し出られましたので、特別な自己犠牲ね。なるほどね。私が沙汰様のもとにお連れしました。なんか隠語みたいだね。沙汰と相田が繋がったな。あの方は沙汰様と熱心にお話しされてましたね。昨日も教会からお出かけされる際に同行されていましたし、そうなんだ。これは有力な情報ですね。沙汰は事件当日に相田と一緒にいたと。事件当日に同行していて、今出に帰ってきていない。サタも帰ってきてないんだね。ここで聞けることはまだあるということか。サタは事件当日、間と一緒にいたと。容疑者を追い詰めるまでもう一歩だ。そうだね。この男から聞けるかな。こいつは相変わらずあんま喋んないよね。この男からなんか聞けるかな。これは、全部聞いたね。写真は見せたし、写真見せただけ？この男に。間違えた。あれ？見せらんないね。関係ないか。教祖の首飾りは？聞けるわ。はい、首飾りについて聞いてみましょうかね。これに見覚えはないか？落とし物ですか？私のものではないですよ。そんなもんか。こいつにも聞いてみるか。まあ、なんかまとめて聞けって感じだけど、まあ、いいや、一個ずつ聞いてみましょう。はい、首飾り。キャットハンダに行ったことはあるか？結構具体的な質問ですね。いかがわしいお店なんて言ってませんよ。いかがわしい？どういう意味だ？怪しいね、この男ね。ローブのどこかの小切りを。あれ？増えないですね。写真見せたっけ、この男に。見せたっけ？この男を間と、それでなんか、そうか、何度か、そうですね。この証言が、まあ、これで、この証言が手に入った感じですもんね。あと何を聞けばいいのだ？サタにアリバイはない。向かい聞いてみる。サタの居場所を教えろ。連絡を取ることはできないと。自宅には伺ったことはある。なんだ？事件当日、間と一緒にいたと。間違った。特別な。このおっさん調べられるじゃん。長い髭にローブ、教祖の肖像画だろうか。これですね。はい。教祖の肖像画をゲット。いいですね。まあ、肖像画をゲットというか、肖像画の情報ですね。で、これで質問増えるのかな？この肖像画は？この肖像画の人物は誰だ？このお方こそ最初の殉教者、サタ様です。サタは長い髭とローブ姿。あれ？でも首切り落としたって言ってなかった？最初の殉教者。サタは長い髭とローブ姿ね。なるほどね。
まあ、この男結構口が滑るからね。こいつに、まあ、サタンの情報でも入ってもらうかな。ないか。こっちに聞くのかな。ないですね。あ、特別な自己犠牲とはって聞いたっけ。これ聞いてなかった気がするな。特別な自己犠牲とは、願いが強く大きいほどに人は覚悟を決めねばなりません。なるほど。その覚悟の表れが自己犠牲となるのです。それに決まった形はありません。なんか話はぐらかされてる感じするね。サタ様はこの世を救うために尊き恩身を捧げ殉教されました。やっぱサタって亡くなってる。でもなんかんということ。そして今一度神から求められ再生されたのです。あ、そういう設定なのね。なるほどね。はいはい。サタ様はステージを進めた唯一のお方です。間は何を差し出した。それはサタ様しか知りません。肖像画については聞けるかな。聞けないか。どうしよう。何を聞こう。自宅を寄付するつもりだった。これ聞いたっけ。なんだろうな。あと一個。ローブの男がロコギリを買った。これは聞いたか。殺人事件に関与してるな。なすべきことをなしていると。この男には聞けないか。もう首飾りは関係ないか。肖像画パンフレット。なんだ肖像画。関係ないか。なんだろう。最初の殉教者とサダは長いヒゲとローブ姿。何を聞けばいいんだ。サダは事件当時アイダと一緒にいた。片っ端から聞いてみるか。アイダがサダと副司祭と話してたという証言。首飾りはサダのもの。教会に通う信者。サダにはアリバイがない。はて、残り1個多分これだよね。新しい場所って出てきてないもんね。この男はもう何も来てないかな。写真も見せたもんね。はて、この男はまあ何も来てないんだもんね。写真を見せたもんね。何を見せればいいんだ。パンフレット。パンフレット見せたっけ。特別な自己犠牲なんだろうね。ノコギリ。自宅を寄付するつもりだった。なんだ？何を聞けばいいんだ？何を聞けばいいんだ？他なんか触れるとこないもんね。この男何なんだ？写真見せたところでね。はて、一回外出てみるか。一回外出て、増えてないね。聞き込みできる情報？なんだろうな。これが教祖なんだろうか。これの質問あったわ。教祖は自分で自分の首を切ったのか。教祖は自分で自分の首を切って世界を救ったと言っていたか。その通りです。過去に2回サタ様は自分の首を切って世界をお救いになりました。あ、2回もんだ。そんなバカなこと信じないのですか。私は首のないサタ様のお姿をこの目で見ましたよ。それはやばいね。痛ましいお姿。その後サタ様は見事に蘇ったのです。2回。なんか過去の事件も2回なかったっけ。で、今のこの間の事件3回目だよね。サタは2度死んでいる。なるほどね。はい、まあ推理しましょう。やっと進める。ここまでの情報を整理してみよう。これまで現場付近で目撃されていた長いヒゲにローブ姿の男、それは誰だっただろうか。ローブ姿にヒゲの男は、まあ、サタですね。これですね。サタは長いヒゲとローブ姿。ローブの男は殉教者の光の教祖、サタだった。なるほどね。はい。サタが教祖を務める教団は自己犠牲を引き換えにした救済を歌っている。その機会で血生臭い教義とは。首を切り落とすね。嫌な教義ですよね。これですね。まあ、特別の教義でね。首を切り落とす教義。そうだ、教団は自己犠牲を美徳として捉えていた。首を切り落とすことが世界を救うというふざけた教義。今回の事件だけでなく、過去の首切り連続殺人にも関与しているかもしれない。なるほど。二度死んでるみたいなのあったもんね。サタと間に面識があることは信者の証言から明らかになった。事件関与につながる物的な証拠も雑貨店で見つかっている。それは何だっただろうか。サタが事件に関与していることを示す証拠は首飾りですね。首飾りだよね。首飾りはサタのもの。これですね。雑貨店に行ったのはサタ本人ということになっている。これですね。首飾りはサタのもの。この首飾りはサタがつけていたもの。ノコギリを買うときに雑貨店で落としたに違いない。なるほどね。で、最後の。はい。さらには、事件当日のサタの行動についても証言が取れた。それは何だったか。
事件当日は、まあ、間と一緒にいた。だよね。これですね。どれだ？あ、これですね。佐田は事件当日は間と一緒にいたという。うん。佐田は事件当日は間と一緒にいた。教祖の佐田の犯行を裏付ける証拠が揃った。なるほどね。あとは本人の覚悟と供述だけだ。この先の崖に向かってみよう。崖があるんだ。あー、サスペンスといえばね。はい。サスペンスといえばね。ミステリー、サスペンスとか、まあ、そういう系といえば崖ですね。はい。新たに移動先をゲットした。はい。いよいよ解決編ですね。崖ですね。いや、行きましょう。崖ですね。あー、ぽいですね。ついに真犯人と5代目ですね。どこにいるんだ？あ、ここでイベントが始まってますね。間は奥さんが入院してから殉教者の光にすがっていた。殉教者の光は自己犠牲の精神が願いを叶えると教えていた。間は仕事を辞め、自宅を寄付することが自己犠牲となり奥さんを救うと考えていたに違いない。殉教者の光の教祖である佐田はそうした苦しむ信者の弱みにつけ込んでいたのだろう。過去に起きた宗教絡みの連続殺人、おそらくそれも、まあそうだろうね。あれは、あー、ついに、あーぽいですね。わ、教祖って感じすんね。佐田、ここまでだ。てか一人で来たんだ。大丈夫かな。佐田、ここまでだ。あ、今の選択肢だったんだ。誰だね君は。警察だ。宗教法人殉教者の光教祖佐田で間違いないな。警察か。なんか落ち着いてんな。何がここまでなものか、ここまで追ってきた以上はわかるだろう。ここにいる私は3度目の奇跡を起こし復活を遂げた私なのだ。穴がしらばっくれてますね。3度目の奇跡、3件目の殺人事件だろうが。間の読みにつけ込み、自宅の寄付と保険金の手続きを済ませてから殺害。首を切り晒すことでいかにも自分が奇跡を起こしたように見せかけた。間を殺したのも保険金欲しさか。あ、でも身内になんか大病を患ってた場合生命保険でかけられないんじゃないっけ。元からかけていた。でもこの話を聞くとなんかこの教祖が生命保険かけさせたみたいな感じになってるけどね。まあまあいいや、細かいことはいいか。はい。間を殺したのも保険金欲しさか。まるで今までがそうだったような言い方だ。お前が間を連れて教会から出た後の動きも全て目撃証言を得ているぞ。死体の脇に書き残したシンボルはそれを奇跡と結びつけるため。なるほどね。副司祭へのことづては間殺害後の時間を稼ぐため。なるほどね。しばらく戻らないとか言ってたんだっけ。あれ、なんだっけ。バーでの目撃証言、ホテルに残っていた防犯カメラの映像、間のマンション周辺での目撃情報なんかいろいろ情報が集まってますね。この領収書はなんだ。キャットハンダで物騒なものを買って日曜大工でも始めるつもりだったのか。大皮肉を言ってますね。何の話なのか。どれも副司祭が買ったものだろう。違うな、これを見ろ。これはお前が首から下げていた教団のシンボルの描かれた首飾りだ。あー、なんか無言ですね。なんかまだ余裕でそうだね。キャットハンドのノコギリ売り場の棚にあったものだ。一般信者のものとは作りが違う。お前のものだろ。長いヒゲにローブ姿、教祖の首飾り。教祖という存在を誇示するために目につく姿となったのがアダニだったな、サタ。今までは信者がアリバイ作りに使われてたみたいだが、今回はうまくいかなかった。あ、そうなんだ。私は奇跡を起こしている。違う、サタ。お前は殺人犯だ。今日も世界のどこかで自己犠牲を払わねば救えぬ者が悲鳴を上げている。そうして信者から金を得て全ての人間を欺けると思っているなら大間違いだ。奇跡を信じることはできれない哀れな警察官よ。できれないだって。今から見せてやろう。お、なんだ。私はこの世のためにこの身を捧げることを厭わない。待て、やめるんだ。え、まさか。私は自己犠牲によってこの世を救済するものだ。サタ、え、マジか。柵破って落ちたの。ここで終わり。あ、でも逃げたんじゃなくて、あー、最初にいた場所か、ここ。へー、サタは逃げちゃったの。わからないんじゃ。サタを追い詰めるところまでは行けたんだがね。そっか、わしは相田さんの無念を晴らすことができず星をミスミスに見逃してしまった。まあそうだよね。いや、悔しいだろうね。サタの首飾りを恨めしく握りながら崖下を見つめることしかできなかったんじゃよ。ふーん子供っぽい聞き方、足バタバタさせてる。かわいい。面白くない話だったな。すまんすまん。どれ、そろそろ帰ろうか。あ、キョリキョリしてる。ちょっと待って、どうしたんじゃ。おじいちゃんの話にはいくつか気になるところがあるんだ。おー、なんかすげえ、なんか推理。おじいちゃん嘘をついているね。へえ、そういうのわかるんだ。何を言い出すんじゃ、誠。あ、ちょっと動揺してる。僕はいっぱいの疑問の迷宮の中にしまい込まれたまま帰りたくないだけなんだよ。あ、なんか名探偵みたいなこと言ってますね。へえ、素質あるね。あ、なんか未来の主人公なのかな。なんか続編があるらしいんですよ、このゲーム。へえ。若い道誠が謎を解いてみせるね。
あ、この、この子供が誠なんだ。へえ、あ、ま、確かに回想では警部とかしか言ってなかったね。え、マジで？すご。僕の考えを整理しよう。なんか、すげえ IQ 高そう。誠、一体どこに疑問があるというのか。うん、はっきりとは言えないんだけどね。確かにおじいちゃんの話は辻褄が合ってるように思う。でも何か違和感を感じるんだよね。違和感？すげえ鋭いな。と、初めの違和感は、首飾りだ。おじいちゃんは捜査中に首飾りを見つけた時に何と言っていたか。確かに最初に教祖の首飾りって言ってた気がするな。そうだ、教祖の首飾りと断言していた。しかし、これは教祖サタの首飾りで間違いないだろ？結果的にはそうだよ。でも雑貨店で棚から見つけた時点で教祖のものかどうかはわからないよね。確かに。しかしそれが何だというんだ？僕はその違和感から思いついたんだ。おじいちゃんはミスリードを誘おうとしているんじゃないかってね。ミスリード？そうだよ、ミスリードでよく使われる誤った解釈に導こうとする手法のことさ。めっちゃ驚いてる。そう考えた方が自然なんだ。おじいちゃんは捜査をしているふりをしながら痕跡を確認していったんだと思う。ふりなんだ。なぜそんなことを。おじいちゃんは真相を知っていたんじゃないのかなと思うんだよ。それに首飾りには他に気になるところもあった。それは一体。首飾りを関係者に見せて聞き込みをした時、みんなどのような反応だったか。確かになんか福祉さんも知らないし、なんか似たようなもんですねみたいな、なんか疑問系だったよね。有名なものではないね。有名なものだと言っていた。ではないね。ローブの男の持ち主だと言った。誰も首飾りを見たことがなかった。そうなんだよ、側近である副司祭もなんだこれって感じだったもんね。そうだ、ローブの男の目撃証言は多かった。でも首飾りを見たという人は一人もいなかった。あれは教祖の首飾りはなかったということか。いや、そうじゃないと思う。サタは首飾りを身につけていたけど、長いヒゲで周りの人には見えてなかったんだよ。あ、そうなんだ。なるほどね、ヒゲの後ろにあったってことか。ではおじいちゃんは本当はどこで首飾りを見たのか。なんだ。あ、このおじいちゃん自体が殉教者の光ってこと。間の家、間の家、間の家。あ、間が殉教者の光の教祖だったってこと。まあ、この話からすると雑貨店ではない感じ。ん、どっちだ。殉教者の光かな。いや、間の家、どっちだ。まあ、でも殉教者の光では誰も見たことないから、でもなんか、このおじいちゃんが殉教者の光に属してて、ん、なんだろうな。このおじいちゃんが犯人？教祖？いや、考えすぎか。どこで見つけたんだ。間の家、間の家だって。それしか考えられない。あ、これだってた。よかった。長いヒゲで覆われた首飾りが目に触れるタイミング、それは、なるほど。そうだよね、話をよく聞いてみると、なんか、そう、事件が終わったはずなのにまだ教団に教祖が見えてないんだよね。首が切断された時じゃないか。なるほどね。ということは、そう、真相は殺されたのはサタ。なるほどね。で、間は、どっかに、そう、犯人はサタじゃなかった。被害者だと思われていた間が真犯人だったんだよ。なるほどね。で、このおじいちゃんは間ってこと？でもこのおじいちゃんは刑事だよね。そうか、相田さんを守るために、なるほどね、隠したってことか。おじいちゃん、相田さんは生きていたんだね。誠、お前何か光るもん持っとると思ったったよ。確かに嘘をついてすまなかった。相田さんは生きておる。何があったのか話してくれる？お前にはかなわんな。分かったよ。これが本当の真相ですね。で、1980年代、まだ科学捜査はなかった時だ。殉教者の光の信者が殺された2件の殺人では、捜査本部は保証を見つけるよりも早めの就職を望んだ。なるほど、長引くよりはって感じか。おそらく教団が裏で手を回していたのだろう。そういう時代だったんじゃ。なるほどね。わしは捜査方針に反して独自に捜査を進めていた。なるほど、警察の差がってやつですかね。事件をほっとけないんだみたいな。いや、いいですね、熱血ですね。殉教者の光の教祖サタが怪しいと思い、ずっと尾行を続けていたのじゃ。尾行してたんだ。サタは新しい生贄を見つけたようだった。それが相田さんだった。二人は相田さんの家に連れ立って入っていった。家の前で張っていたのだが、まあ犯罪現場で見てたって言ってたもんね。突如中から争い合う物音が聞こえてな、わしはいても立ってもいられなくなって中へ飛び込んだんじゃ。なるほどね。一体何が、これは、サタ。なるほど、この相田さんの事件の前から、まあ、この教団は追ってたのか。あんた、相田さんか。これは一体、私は大変なことをしてしまいました。家の引き渡しの契約書類を書いていたら、突然サタ様に襲われて。そうなんだ。無我夢中で気がついたら首を絞めていて。あなたは。私は刑事だ。サタを追っていた。
もうこと切れてるようだな。まあ、正当防衛じゃない？これだったら。刑事さん、私は逮捕されるのでしょうか？私はどうなっても構いません。しかし私が捕まれば妻が。でも捕まんないんじゃない？正当防衛だしね。妻を助けていただけませんか？詳しく聞かせてくれないか？で、ああ、なるほどね。私は相田さんの境遇を聞いて、冷敏な目を向けたんじゃ。まあ、かわいそうってことかな。そして相田さんと奥さんを助けることを誓った。わしは警察と世間様を裏切ったのじゃ。なるほどね。で、教祖の格好をし、ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。私たちは偽装工作を行った。サザが生きているように見せかけ、相田さんが死んだと思わせた。なるほど。グロこれ、やば。雑貨店でノコギリを購入し、サザの首を切断した。この時に首飾りを目にしたんじゃ。捜査上は雑貨店で発見したことにした。なるほど。わしは崖で相田さんと落ち合い、彼を逃し、嘘の捜査報告を行った。相田さんの保険金や奥さんの治療費にあって、二人をかくまい続けたのじゃ。あ、そうなんだ。でも大変だろうね。まあ、名前を変え、まあ、そういう手続きとかもしたってことかな。そうだったんだね。まことよ、すまんかったな。わしは今までみんなを欺いて生きてきたんじゃ。おじいちゃん。相田さんの奥さんは元気なの？ああ、先日相田さんと二人で見送ったよ。見送ったよ。ああ、二人は失踪ながらも穏やかな生活ができたと言って感謝してくれたよ。まあ、難病を持ってたからね。まあ、そう長生きはできなかったんだね。うん。さっきの友達が相田さんだったんだね。お友達？あ、その話してたっけ？何から何まで察しがいいの、誠は。若い道警部。ああ。この事件、一件落着であります。なるほどね。へえ、面白い。で、若い道誠の事件簿。なるほど。若い道誠はこの孫っていう少年だったわけね。へえ、面白い。最後に驚きがあるってね。はあ、いいですね。いや、面白かったね。いや、エンドロールまで流れてる。いいですね。何て読むんだ？なんちゃらラボ。ちょっと失礼ですね。ピクセルアート、ハフハフおでん、もちきんさん。いや、いいですね。いや、いいゲームでしたね。まあ、続編が2と3やのかな？うん。いや、YouTube 的に何なんだろう。これ大丈夫かな？あげちゃって。宗教絡みの、あれか。うん。宗教絡み結構やばかった気がするけど、まあまあ、一応あげてみますか。これが見れてたら、まあ、無事だったということで。はい。キャッキャワー警部、そんなんいた？あ、違う、スタッフか。いや、面白いゲームでしたね。名探偵ひたしこんにゃく、カエルさんが、大山国長。いや、面白い名前だね。お、スペシャルサンクス&ユーだって。いやー、こちらこそありがとうございました。はい。事件解決への協力感謝する感だって。いや、面白いゲームでしたね。はー、この若い道誠っていう主人公が、このなんか少年という、いや、この若い道誠が、あの、なんか、事件捜査してるおじいちゃんかと思いきや、この、まあ、聞いてたお孫さんだったというね。いや、いいお家まであってね、面白いですね。面白かったですね。はい。またなんか続編があるらしいんで、まあ、機会があればやっていこうと思います。いや、面白かったですね。たまにはこういうストーリー性のある推理ものもいいですね。まあ、たまにやろうかな。はい。まあ、ということで今日はここまでですね。ご視聴ありがとうございました。まあ、よかったらチャンネル登録お願いします。はい、また会いましょう。ノラでした。